皆さんこんにちは、店長武蔵ちゃんです。 GSX-S125 先見でございます。以前下取りさせていただいてね、で新しいオーナーに、はい、乗っていただいてるんですが、ただ距離がほとんど乗ってないですよ、残念ながらね。まあ忙しいという、まあ、いろんなねあれもあると思うんですけど、ということで、通常だとですね、まあ、12ヶ月点検とかでねホイール外して、あとキャリパーもね全部こうクリーニングしてっていうことなんですけど、ちょっと数百キロしかしてないんでね、なので、まあ、そのあたりはねちょっと省かせていただいて、でもちろんその分金額はねちょっと あれなんですけど、はい、で、一箇所ですね、このナックルバイザー V ストローム1000のだっていう話なんですけど、はい、でちょっとですねこう取り付けがねうまいことつかないわけですよ、要はね。それでこうちょっとこう、まあ、そういうあれでクラッチレバーがちょっとここに当たっちゃっててですね、はい、要は初めからこう少しなんていうクラッチを少しこう切っちゃってるような状態っていうかね、遊び方がなくなっちゃってる状態で、でそのままのほら乗り続けちゃうと、まあ、あんまり乗ってないからね、まあ、良かったんですけど、ある意味良かったんですよね。そういうまま乗っちゃうとクラッチがどんどん減ってっちゃうんで、はい、でテンションかかった状態のところになりますからね、なのでですね、それをちょっとうまいことをつけなきゃなっていうことで、はい、で、まあ、せっかく外したんでね、もうケーブルあれですけど、まあ、ベルハンマーをねちょっと今入れました、はい、でそれでとりあえずクラッチレバーを戻してからこのナックルバイザーをね、まあ、どうやってつけようかっていうことですよね、はい、どうやってやるのがいいですかね、いろいろ考えちゃいますけどね、レーシングキーもちょっととりあえずね乗らないでみんな置いてあるんでバッテリーがみんな弱くなってくるんで、はい、いかんですね。で KXCT はねもうバッテリーが上がっちゃいましたね、はい、でこの間一回充電してね、でその後はもうほら毎日のようにかけてればかかるんですけど、ここ3日ばかりかけなかったらやっぱりキュルッキュルッってダメ、はい、だからあれは、まあ、もちろんどっちにしてもね納車の時には新品に変えるんですけど、ね、ご契約いただけたら新品に交換してそれからっていうことなんですけど、ね、でも置いとく段階でも動かないとねちょっとあれなんでと思ったんですけど、諦めるしかないですかね、バッテリーね、はい、レーシングキングの方もちょっと弱い、こう押して一瞬なんか間がある、で今充電したんですけど結構時間かかりましたね、満充電なのでね、でもこれでじゃあ大丈夫なのかというと、多分また1週間も置いといたらかかんなくなっちゃうと思うんですけどね。さてやりますか、ね、GSX-S125 GSX-S の125っていうタイプのね、で GSX-R の、ね、125っていうのもありますけど、これはインドネシアですか、ね、インドネシアの、鈴木さんで作っている、バイクのようでございます、はい、で言っちゃダメですよ皆さん、ダメですよ、オフレコですからこれはね、ある関係筋からの話によるとね大丈夫ですか、ノーディーと私、S 社のスクって言いましたよ、私なんて言いました、終わりだそうですもん何だか分かんない、そう、あんまり今言うと怒られちゃう、まあ、私が言っても大丈夫ですよね、なんかわけの分かんないところが言って、僕ほら続き一切関係ないんで、うちは契約上は一切関係ないですからね、あれなんですけど、そう、あれなくなるって言ってました、いよいよ全部なくなっちゃうじゃんと思って、全部なくなっちゃうじゃんって思ったら、新しいのが入るらしい、やるらしいんですよ。ただね、例えば台湾で作ってるやつあるでしょ、台湾製は高すぎるからダメだそうですとてもじゃないけど日本で売れないね、これ皮肉なもんですね、台湾製って高いんですよ、そう、下手すれば日本製より高いぐらい、同じぐらいで、今特に台湾ドル高いからなおさらですよ、輸入車なんかしたら、いやーとてもじゃないけど台湾製はダメだって、そうなると、だからほらなんかあれだってなんかサルートでしたっけ、あったじゃないですか、だからあれは日本で売るとすると40万とか、そう、さあそれは無理だよって、
それ無理ですよね、絶対買わないでしょ40万ではよほどね愛してやまない方以外は買わないと思うんですよ。結局そうなっちゃうとダメだから、やっぱり安いところっていうとね、やっぱあそこがあの、ね、鈴木さんといえばあそこですよ。車なんかも最強ですよあそこはね。そう、どこでもいいから一番を取りたいっていう理由でねあそこに進出したらしいですけど、それがね目をあの今じゃもうあそこの国に関してはティオタよりも上ですから、すごいですよすごい、ね、そういうところですから、だから それはいいんですけど、で そこでね売ってるやつを持ってくるらしいんですけどね、話によると ね、うん、ね、まあ、ある意味楽しみなんですけど、心配なのはねあそこクオリティが良くないあそこクオリティ良くないって言葉悪いけど、わかります、クオリティ、そのバイクとしてのクオリティがどうのこうのっていうのはもうみんな一緒ですよ。もうどこで作ったからっていうね、インドネシアで作ってもタイで作っても、まあ、タイはまだいいのかな、ね、ベトナムで作っても、まあ、台湾はちょっとね いいと思うんですけど、まあどこ特にあのほらやっぱりねあそこのね、はい、国ね、1000万台ぐらい売るってましたね1年間でね、やばいね、やばいですね、はい、もう超大国だね、やっぱこうだよね、もうそういう国で売ればいいじゃないかと、ね、何を、ね、好き好んで日本で売るんだ、ね、そんなことも思ったりもしますが、で、まあ、そこで売ってるやつを持ってくるんで、何が問題かっていうと、クオリティがどのこうのっていうのはあれなんですけど、要はね、まあ、インドネシアもそうなんですけど、傷とかね、そういうのですよ。そうで、どうせ乗ったら傷つくでしょっていうような考えだと思うんですよ乗れば傷つくでしょっていう、だからそんな細かいこと言うなよっていうのがやっぱりこうね、他の国のね考え方、うん、でも日本はそれ通用しないでしょ、ね、日本でそれ言ったらダメでしょ、ね、小傷一つでもあったらダメっていうのが日本人ですよ。新車は特にもう事細かに見る人もいますから、納車の時にあ、ここに傷が、大変です。それが日本です。ね。幸い、うちに来るお客さんはそういう方はあんまりいらっしゃらない。ああ、いいですよ。そんならいいです、いいです。って言って、言っていただける方が多いんで、うちとしてもね。そう。だから、エチ車とか絶対売れないですね。エチ車の、要は正規品みたいなのはね。ああいうのはもうちゃんとしてないとダメでしょ。うん。ね。だから、もううちはないんですけど、ね。ないんですけど、うん。これがね、日本でも軽車はそうでもないらしいんですよ。軽車はね結構ああいいですいいですっていう方が多いみたいです、はい、男はね、男なり先はそういうことを気にしないみたいな、いいのかなそれで、まあいいんですよね、はい、ね、本当にねいろんなことがあります、はい、でまあそんないろんなことはいいんですが、で結局そうだからなんとなく不安なんですよね。でなんで結局100台ってことないけどね、100台ってことないんですけど、例えば1000台持ってきて、そのうちの、ね、1台、2台がちょっと検査で問題がある、それはまあ、それぐらいはあってもおかしくないですね。ね、でもそれがね、100台、1000台のうち、100台、200台、まあ、それも困るけど、それが、ね、1000台のうちね、400台だとかなってくると、話にならないわけですよ。そう、話にならない。うん、それじゃあやる意味ないでしょっていうことになっちゃうから、うん、で結局本社がねいくら日本だって言っても結局やっぱり向こうの会社の利益ね、それをやっぱりありますよね。でさらにこっちのもちろん利益もあって、うん、だ大変だと思うんですよね。そう、しかも日本人は細かいしね、うん、なんかほらやっぱり向こうの、ね、あれにやっぱ言うでしょ、これじゃ困ると、もう少しちゃんとやってくれってね、うん、でもね大して売れない、日本って大して売れないくせに細かいことやったら細かいなっていう、そういう印象があると、なんかこういくらね、うん、あれでも嫌っていう感じになってくるっていうね、そんな感じあれらしいですよ。違うのかな、あれこれエンジンのせい、エンジュランスってどこでしたっけ、どちらかというとあれじゃないの、なんだっけ、ホンダ系じゃないのかな、
まあ、とりあえず新しいのが入るみたいですから、よかったですね。何つったっけな、ね、昔日本でも売ってた名前のやつ、ね、と、あともう一台、でね、やっぱり、まあ、私、こんなこと言うとね、怒られるかもしれないんですけど、もうね、自社のやつを売るっていうのはもう、あれですよ、だってほら、ヤマハさんだって辞めちゃったわけでしょ。例えば原付ね、ね、ホンダのジョグとホンダのビーノ売ってるわけですよ、ね、それだったら鈴木さんもそうした方がいいんじゃないか、ね、125クラスだったらあえて自分のところのやつをね東南アジアから持ってくるんじゃなくてホンダさんのねあるじゃないですか PCX ってすごいバイク、あれをバーグマン125っていう名前で日本で売る、売れるでしょうね、これは売れるね、間違いなく売れる、うん、だって一緒だもん、で S マークつく、まあ、やっぱり何バカなこと言ってんだと思うでしょ、いやー いいと思いますよ、で部品も全部これ一緒だしね、何の問題もないじゃないですかね、ただベトナム製だからね、日本製じゃないからちょっと日本で作るんだったらできるかもしれないけど、ベトナムで作ったら無理だろうっていう感じ、ベトナムのホンダ、ベトナムホンダの工場でなぜ鈴木のバイク作ってんだよってなっちゃうもんね。でも日本スズキだからね、別にね、日本スズキってなんか魚みたいなね、ベトナムスズキ、ベトナムにもスズキありますよね、ベトナムスズキじゃないんだからね、いいんだと思うんですけど、あんまり言うとね、この非国民だって言われて、何をもって非国民なんだよね、スズキン感染者としては聞き捨てならぬことだぞってね、で怒られますよね、うん、でもね、そしたら多分そうは言っても内心いやちょっと嬉しいっていう、あ PCX だって、スズねえないんだもん、だってスズキには あのタイプ、ほらヤマハさんはありますよ、なんて言いましたか、 NMAX か、 NMAX があるね、でもこれね NMAX も厳しい、なんか売れてないって言ってましたよ、売れてます、走ってます、見ます、そこです、街中で見かけるんだったら走ってますよ、新しい NMAX 走ってます、125供給されてないからね売れてる売れてないの問題じゃなくて供給されてない、もうめちゃくちゃだね、どこにどれぐらいにすればいいの、無理じゃん、全然無理だよ、こうだよやるとしたら、それでここの位置は全然合わないよね、この位置に合わせようとすると無理だから、で上だけ止めて下はもうちょっともう無視して、こんな状態でやればクラッチも、うん、大丈夫ね、ステイを作ってちょっとこれをずらすね、うん、でつけましょうね、はい、だから一緒、 Y 社のあれも、ね、NMAX、 いわゆる PCX を、ね、NMAX って名前で売れば、ね、YY ヤマハってロゴ入れてね、たら売れるんじゃないですかね、すんげえ売れると思いますよ、はい、でもちろんやだ乗らないっていう人もいるかもしれないね、うん、本当の昔の NMAX が好きな人ね、うん、まあでもそういう人が大多数なら別なんです、ね、そういう言い方が、例えば PCX が年間10万台売れてないか、3万台ぐらい売れてるのかな、ね、でそれが NMAX になって、あとバーグマ125ね、全部一緒になって、そうすると全体的にそれがまあ、多少ね分散されるかもしれないね、3万でプラスそちらのユーザーの方もいらっしゃるから、まあ、もしかすると4万台5万台なのかもしれないね、はい、問題はその NMAX のね、オリジナルの NMAX を愛してやまないというかわかんないですけど、そういう方がどれぐらいいらっしゃるかとかなんですよ、ね、そういう方が2万人3万人いるんだったらね、それはダメですよ、あもう俺全然乗らないっていうんだったらいいんですけど、多分1万人いらぐらい いないと思うんですよ、うん、多分、まあ、まあ何人かいるかもしれないけど、そんなにいらっしゃらないんじゃないかなと私は思うんです、はい、ね、それぐらい今切迫してるんですよ、うん、だから売れてるならいい、売れてるんだ、で前の NMAX は見かけますよ、少なくともね、一つ前の NMAX を。いや、新しい NMAX 見かけないってことはどういうことかというと、やっぱり売れてないっていうね、うん、現実は厳しいですよ。どちらかというと CT125 の方が見かけるもん。ハンターカーの方が不思議なもんで。うん、結構走ってるもんね。うん、あとクロスカーもね。
全然比較にならないじゃないですか、ね、PCX は新しいの走ってますからね、いっぱいね。うん、でもほらやっぱりちょっとね、どうしても鈴木のバイクしか乗れないんだと、ね、いろんな都合があって、ね、どうしてもヤマハのバイクなんだっていう方が あれもいいけどでもちょっと無理なんだよなっていうことが乗れるんだから最高ですよね。で逆にね、本田さんの名前、本田さんのやつじゃなくてヤマハさんや鈴木さんの本田さんの名前で売るのがあってもいいじゃないですか、思わないですか。いいやつあればね、ホンダにしかないバイクじゃなくてヤマハにしかないバイクね、鈴木にしかないバイクだってあるでしょ。これはやっぱり鈴木だよ、やっぱり鈴木がすごいな、やっぱりヤマハだよな、それを本田さんの名前で売ったらもっといいんじゃないですか。ホンダは本当はいや、ホンダしか買えないからさってね、そういう方が「あの3気筒乗りたかったんだよな」とかね、いや、やっぱりあの鋭い切れ味のね、分かんないですけどね、そういうのとかね、うん、さあ問題発言ばかりしてくれましてね、お前もそろそろふざけんなよってね、とんでもないやつだねと思う、多分ね、私はあの皆さん鈴木のね関係者もそれだったらいいよなと思うんじゃないですか。PCX を売れたらいいよなってもうどうしますね。いや、そんなことがなったら最高だよって思う方がいるとかいないとかね。さあ、そんな感じでですね、やっぱりね、現実は今厳しいんです。はい、うん、今一人勝ちなんですよ、多分じゃ一人勝ちですよね、うん、だからこれ本当になんて言っていいのか分かんないんですけど、例えばね、こう、うちの車両はこれぐらい売れてるんですね、販売店向けにね、こうあれしたり、営業活動でもね、そういうのあるじゃないですか。年間これぐらいうちのバイクは売れてますね、シェアはこれぐらいありますね、ね、そういうのありますよね。キムコさんもありますよ。日本じゃダメだけど、これヨーロッパ行けばね、うん、スペインだの、イタリアだの、フランスだの、ドイツだのね。ね、スクーターの売り上げ何 cc クラスナンバーワンとかキノコだからね。日本だとって思うかもしれないけど売れるんですよ、売れてるんですよ。そう、他の国だと、そう、しかもほら台湾で1位なんましょうがないね、まあ、台湾のメーカーだからね、台湾で1位は普通ですよ。もうそうじゃない、他のヨーロッパ行っても1位のとこあるんですよ。イタリアは3位だったけどね、イタリア1位はホンダなんだよ悔しい、やっぱりホンダなんで SH があるから、 SH と SH モードがね、あれがもうやっぱり売れてるみたいで、あとピアジオね、なんかピアジオ入ってないって言ったらまずいでしょ、自国のメーカーが1位になれないっていうのも辛いですけど ね、うん、ね、もちろんあのホンダってあれですよ、イタリアホンダだから、まあ、あそこの国のメーカーですけど ね、はい、ね、考えてみると日本のメーカーってすごいですよね、もう至る所にあるもんね、なんとかホンダっていうのね。キムコジャパンって言ったって、例えばね、キムコジャパンだってキム日本で作ってるわけじゃないから、イタリア本だったらイタリアで作ってるでしょ。違うのもありますね、イタリアじゃないのもあります、もちろんね、ヨーロッパじゃなくて、あのもちろん東南アジアで作ってヨーロッパに輸入してるのも今もね、いっぱいあると思うんですけど、その違いですよね、はい、キムコジャパンってオフィスしかないからね、うん、工場があるわけじゃないから、それ考えるとね、ベトナム本だなの、いや、なんとか本だなの、みんなね、そこで工場があってね、そこで作って、それで地獄に売ってるわけですからね、それすごいですよね。キムコもあれなんですかね、まあ、他の国あるじゃないですか、東南アジアとかね。でも作ってないのかな、まあ、そこで作ってるんだからね、あれです。さあ、まあね、あの現実はね、本当厳しいと思いますよ。何が入ってきたら嬉しいですか。やっぱりバーグマン125 バーグマン125 あれなんか売ってますよね、どっかでね、ずっといっぱいね、もう売っちゃってますよ、たくさんね。それがね、あと何でしたっけ、何シス、あれ何シスってなかったでしたっけ、あ、何シスじゃないや、何ニスでしたっけ、なんかありますよね、そんなのね、うん、そういうのとかね、うん、まあそのあたりがあるといいんでしょうけど、どうなんですかね。まあ現実は厳しいね、本当に厳しいと思いますよ、うん、さあステーをね、なんか探して、でうまいことねつけようかなと思ってるんです。はい、でこれを、まあ、外側をね、これで固定するんですけど、これ私これついてましたっけ、あのバーエンドはどうなんですか、バーエンドはノーマルだったかな、ちょっとわかんないんですよね。
販売した時のことも忘れてしまっています。忘れてる。もうどんな状態で販売したかも忘れてる。買い取り、下取りしてるからその時の状態ということですか。一応あのいろんな都合上こう、あれこれじゃないじゃん、あれいろんな都合上ですね、当たらないように止めないとまずいですからね。で、まあ、下は止めなくてもいいから、あれ全然閉まってないけど、なんでこれなんで閉まんないのか、全然、あら、なにこれ全然届かない、届いてないんだ、嘘、届いてないよ、なんで届かないのこれ、難しい、え、難しいところ。届かない。なんで？先に止めていかなきゃいけない。あ、これが出ちゃってた。先にこうやってやらなきゃね。ね、こうやってから入れて差し込んで、で止めるみたいな。ね。先にやったらもうこいつ入んないじゃん。でここをうまいこと止めれば。そうすればクラッチ問題ないでしょ、当たってないですね。クラッチ当たっちゃうとね、レバーがね、あれですから。よし、なんかステを考えてつけましょう、うん、あと横とケーブルにここはタイドアップでね、下はちょっと止めらんないですね、下は諦めて、ここは当たらないですね。よし、OK、うん、こんな感じでですね、これ取り付けをやりますね、はい、あとはどうなんだろうな、チェーンは問題なさげですね、はい、いやーチェーン怖いですね、非常に、あの寝るときにね、こう目つぶってね、こう思い起こすと、あのそのなんか挟んだでもね、いまだにこうちょっとね思い起こすんです、嫌ですね嫌ですね、冷却水いっぱい入ってるね、こういうですね、よし、そしたら、うん、ちょっと探してね、やります。はい。これ ABS でついてますね、全部ね。うん、いいバイクだ。うん。ただやっぱり、買えないって言ってたかな。ね。みんなどこもね、買えないからね、じゃね。困っちゃいますけど。